久保さん僕のあの孫正義さんも好きでねあの信用がないのに1億借りるっていうねすごいですよね <laughs> あの孫正義さんが起業した時に銀行から1億借りてきた話がすごい好きであのなんか銀行はね銀行は融資する時にあの取引先はどうなんですかとか、まあ、製品はどんな感じなんですかとかまあそのまあいろいろ言うわけですよ で、孫さんが、起業したばっかだからお客さんもいないし、信用もないし、あるわけねえやんと。そう。だけど借りたんですよ。すごくないですかうん。で、なんで借りれたかっていうと、この人ちょっとおか頭おかしいんじゃないかなっていう <laughs>。うん、な、なんですかね。あの、一語一句は覚えてないですけど、要は、あの、とにかくあの、あの、貸して、あの、 なんだ成功する前提で、あの、利子は、あの、まだ、そのお客さんとかもいないから、あの、僕にお金貸すんだったら、普通は貸してくれっていう頼むじゃないですか。あの、こういう商品で大丈夫です、どうのこうのみたいな、そういう感じじゃないですか。お願いしますみたいな感じで。じゃなくて、いや、俺に金貸して当然だろみたいな、<laughs> まあそういう立ち位置で、で、その代わり貸すんだったら、僕に貸すんだったら、 あのー、利子は最安値でお願いしますみたいなね <laughs> みたいなだからどっちが銀行マンなのかわからないみたいなねそれでであの融資担当の人がこの人はちょっとおかしいぞとなんか言ってることは変だぞと まあ、とりあえずちょっと面白いから上に相談してみようかな、つって上に相談したら、なんかシャープだったかなどっかの会社さんの、あの、なんかその上の人がシャープの人だったのかなか銀行にいたのかなまあ、ちょっとその経緯はちょっと細かく忘れましたけど、で、その人が孫さんを知ってて、上の人が孫さんを知ってて、ま、あいつは面白いやつだから貸してやってくれと。で、あの、俺があの、担保になってやるみたいな。 <laughs> だから、その銀行マンには、まあ、結論言うと、その、その、融資担当の人とは、その、関係さなかったんだけど、結局上の人が、あいつ面白いから貸してやれみたいなね <laughs>。で、なんか、あの、借りられたらしいですけどね。うん。でも、孫さんがそういうふうな言い方をしなかった上まで行かなかったからね。うん。だから、何ですかね。 そのあと、もう一つの最近の、最近ではないですけど、メモの魔力が前田さんだったかな前田さんが、メモの魔力って前田さんだよな。メモの魔力。前田さん。前田。前田さんか。前田さんが DMM の就職活動の時にあの、面接官に言ったのが、あの僕は辞めますと。 あの申し訳ないけど辞めると。でも辞める,でも辞めるって3年で辞めるって決めてるから、あのー、他の人より結果を必ず出しますと。で他の人は決めてないから僕は決めてるんであの結果出しますと。<laughs> そう。要は <laughs> あなたの会社でずっと頑張りますじゃなくてもう辞めますみたいな <laughs>。だから結果出せるんですと。 ね、結果出せる理由は、ケツを決めてるから、他の人ケツ決めてないでしょ、と。で僕、ケツ決めてるんで、絶対結果でし出しますよ、と。みたいですね。<laughs> それで、なんか、あの、すごい、その DMM の人気に入って、<laughs> DMM の人だったかな気に入って、ん来てくれ、みたいな。面白いですね。だから、そのほ、人々の常識とは逆を行く人っていうのは、やっぱ、あの、すごい結果を出しますね。うん。 まあ面接、ああ僕,はそう僕の事例も一応あるんですけど僕はあの就職活動中あの面接落ちまくってこれ普通に面接しててもつまんないなと思ってそう動作落ちるんだったら動作落ちるんだったらいろいろ聞いてやろうと思ってで面接の仕方変えたんですよで何を変えたかっていうと聞きまくるっていうね何を聞くかっていうと あのこの面接官もそ、面接官もその会社に就職してるわけじゃないですか。で、なんでこの会社選んだんですかみたいな。この会社のいいとこ何ですかみたいな。うん。将来ななこ、将来どうしたいんですかとか、この会社でずっといたいんですかとか、独立したいんですかとか、夢は何ですかとかね。<laughs> 面接官にめちゃめちゃ聞きましたね。うん。そう。将来どういうことを描いてるのかっていうのね。そしたらなんか受かりましたけど。 ただまあこう、オチがあって、後々聞くと、誰でも受かるような会社だったんですけど、<laughs> なんか先輩に、あの、この会社誰でも受かるよみたいなね。<laughs> 中卒、俺も中卒だし、みたいな。そう。まあまあ、あの、そんな感じですね。だからあの、まあ、常識の中に常識しかないっていうね、常識の中に非常識はないってことですね。言ってらっしゃい。